久しぶりです。またまた行ってもらいますよ。楽しい楽しい、バイトリア討伐のために今回の舞台となる島では、バイトリアたちの知性が発達しております。それも経済という概念が生まれるくらいに、サービや幸福な生活を送っていることでしょう。今回は若干シナリオが長いので、周回する人は記録すべき設定を忘れずに。それでは、良い旅を。私の生まれ育った国は裕福な国でした。国に貧富の差があるのか、かつて私も疑問に思いましたが、確かにあると今なら明言できます。初めてこの島を訪れたのは10年前のことでした。この時は比較的治安も安定していたのですが、新政府が樹立すると事態は一変しました。独自の文化を築いてきた先住民と政府軍との対立が激化し、ついには大規模な戦闘に発展してしまったからです。この紛争によって亡くなった犠牲者は優に5万を超えました。この島は肥沃で豊かな大地が広がり、豊かな狩り場にも恵まれています。それなのに、なぜこの島で紛争が起こるのでしょうか。本来なら貧困とは無縁の人たちなのに、なぜ自らの土地を追われ困窮した生活を強いられるのでしょう。私にはそのことがずっと不思議でなりませんでした。空腹が乱されているのにもかかわらず、なぜ争うのでしょう。私はその答えを知るためにこの島を訪れたのです。そして目の前に広がる惨状を見て、私は思わず言葉を失いました。ただ立ち尽くすしかありませんでした。激しい戦闘によって難民となり、笑顔どころか表情を失った子供たちが大勢いたのです。彼らに手を差し伸べてもひどく怯えます。しかもそれすらもまだマシと言える状況でした。心に深い傷を負った者は顔の前で手を振っても何の反応もありません。その瞳はただただ静かに虚空を眺めるばかりです。
全倒す。ママ先生、怖かったよ。早く逃げないと。吹き飛ばしてやる。気がつけば、私にとって本来ここへ来た理由などどうでもよいものとなっていました。それほどまでにこの国を覆い尽くす闇は色濃いものでした。何か私にできることはないのだろうか。それしか私の頭にはありませんでした。すぐに現地に住まう者たちの中から協力者を見つけ、私は孤児院を設立することにいたしました。はじめは住民の信頼を得ることができず、仲間たちにはひどく不自由をさせましたが、数年の年月をかけ、ゆっくりと周囲に認められ始めました。それからというもの、私はその島に絶えず増え続ける難民となった子供たちを見つけては支援を行うことにしたのです。そこで私は先生と慕われるようにもなりました。私の活動に終わりがないことは知っていました。そして紛争の原因になっている信仰上の確執を埋めなくてはならないとも思っていました。ですが、それを行うためにはあまりにも私は無知であったのです。そしてほどなくして、私の対処療法的な介入は資金面で行き詰まってしまいました。そこで私はより多くの子供たちを救うため、金銭的に支援してくれる団体を探し始めたのです。
資金を獲得するための私の活動は雲をつかまされるような不思議なものでした。支援してくれる団体は見つかるのですが、どの団体も契約の段階になると交渉の打ち切りを切り出してくるのです。詳細に踏み入ろうとすると、それは言えないの一点張りです。過程は様々でしたが、その結果だけはどれも同じでした。私は薄々こうなることに気がついていました。なぜなら、世界で同じように搾取される地域があり、その地域を救おうとする活動は山のようにあるにもかかわらず、どこも同じように解決していなかったからです。活動を続け、しばらくの時が経ち、一通の封書が届きました。その質の悪い紙にはたった一言、お前を見ているぞと現地の言葉で記されていました。私に対する警告として、その一言は十分すぎるものでした。すぐに私は施設の仲間たちに子供たちの数を確認させました。10匹でした。10匹の子供たちが私の愚かな行動によって組織にさらわれてしまいました。そして私が救い出す以前よりも残酷な未来が待ち受けていることは明らかです。その日、私は初めて妻に弱音を吐き、資金を集めることを諦めたのです。この程度では悲劇とは呼べない。先生、涙隠さないで、涙拭かないで、じゃないとみんな心配できないよ。僕だけだよ、先生が泣いてるの知ってるの。